ちは。食事で結果を出す専門家、柏丸幸男です。メルマガの読者の方のご質問に答えるコーナーです。メルマガとか本とか、そういうまたセミナーとかで食事のことをお伝えしているんですけれども、やっぱりこう一方通行で聞いてやってみるっていうところがなかなか難しいですよね。やっぱり一般論でいいよっていうことと、一人一人体質とか環境が違いますね、生活が違いますので、その中で結果を出すっていうのはやっぱり合わないことも出てきますので、自分に合わせてカスタマイズするっていうのがすごい大切になってくるんですけれども、なかなか自分でそのカスタマイズって難しいんだなっていうのは、こんなご質問を見ていて感じるところであります。少しでもそんな方の参考になればいいなと思ってお送りしております。今回のご質問、52歳です。1日1食してました。20年便秘で治ると聞いてやりましたが、やはり薬を飲まないと出ません。ご飯やってみます。便秘薬を飲んでもいいですか？そんなご質問です。1日1食を長くされていて20年便秘だったという、そんなご質問なんですけれども、そうですね、長年そういう食生活をしていると、その食事に合わせた体の機能になっているんですね。ですので結構ですね、おそらく胃腸力が落ちていると思います。1日1回しか食べてないと胃腸1回しか動きませんからね。これをまずは胃腸がしっかり動くように、ちょっとこうねリハビリをしていく必要があると思います。で、便秘だっていうのは、一つ腸がうまく動かず便が出にくいということですね。で、ここも腸の力を上げていくのは食べ始めてすぐ治るというものではないんですよ。長年20年もお薬飲まれていて自力でなかなか出ないという状態ですと、ここはですねやっぱりちょっとずつちょっとずつ変えていくしかないわけですね。でもこのままこの先薬飲み続けるよりかは、少しずつでも改善を目指していただけたら嬉しいなと思うんです。で、便秘薬急にやめるとですね、これで本当に出なくなって詰まってしまうと苦しいですから、無理にやめないことです。で、お食事を変えながら、あ、今日は減らしてもいいかなとか、お休みしてもいいかなって感じたら、なるべく薬を減らしていく。で、だんだん休みが増えていって、あ、気づいたら取らなくても大丈夫っていう風に徐々に改善していくっていうことを目指してみてください。で、やっぱり食べ始めて胃腸がこう鍛えられて変わっていくのにはちょっと時間が必要ですし、そうですね、なかなか自己流でうまくできないという方は、プログラムに参加してうちのサポート、先生のサポートなどを受けていただくといいかなと思うんです。その方に合わせたサポートというのをさせていただいております。まずは、質問の答えとして、便秘薬急にやめないでくださいねと。で、徐々に体は変わっていくっていうこと、その体の変化を感じながらお食事実践してみてください。はい、今日のご質問には以上です。ありがとうございます。